で、そういったですね、まあ、ステロイドがですね、まあ、身長に悪影響を及ぼすかもということですね、吸入ステロイドを使うと身長が低くなるわけだけどもって。ある程度も引き返すことは私可能だと思います。で、それは、身長ビヨン、医師学科生、整形外科専門医、身長先生こと田辺です。今日も全身全霊でね、身長に関することを配信していきたいと思います。身長伸ばした人はチャンネル登録よろしくお願いします。さてね、本日お話しさせていただくのはね、超大人気シリーズの身長先生聞けですね。前回が40番目ですね、今回41番目ということで、40番目の中からね、ピックアップして答えていきたいと思います。皆様ね、身長に関する疑問がありますので、ぜひコメント欄の方に記載お願いします。今回取り上げる内容ね、ステロイドってことでね、ステロイドについてお話ししますよってことでね、ステロイドね、なかなか皆さんイメージ湧かない方もいらっしゃると思うので、まあ簡単にね、ステロイドについて説明させてください。ステロイドっていうのは、まあ、いわゆるなんか、まあ、ホルモンとかですね、そういったようなタイプのお薬です。簡単にですね、まあ、説明すると、例えば世の中にですね、まあ、強いお薬と弱い薬がもしあるとしたら、まあ、いわゆるね、強い薬に該当するようなタイプのお薬で、まあ、よく言えば、よく効くっていう表現もできますし、逆に言うとですね、まあ、非常にその副作用にも注意が必要だと言われるようなタイプのお薬になります。弱いお薬のイメージで言うと、例えばですけど、もし簡単な、ね、保湿をするようなタイプのとか、そういったお薬ですね、まあ、副作用が少なかったりだとか、それに対してステロイドですね、注意が必要。ただその分だけ効果が高くですね、いろんな病気で使用されるわけです。で、そういったですね、まあ、ステロイドがですね、まあ、身長に悪影響を及ぼすかもということですね、まあ、しばし言われるわけなんですね。じゃあ、それがですね、実際どれくらい影響があるのかというのを今日お話ししていきたいと思います。今回いただいた質問をですね、前回40番目の中から、ボコプリンさんのところで、お疲れ様で質問失礼します。僕は病気の影響でステロイドを飲んでおり、成長障害というものがありました。現在14歳11ヶ月で167センチ。2020年4月の採血で ALP は430でした。で、脇毛生えてなくて陰毛生えてます。で、去年 7.5 センチ飲みました。一昨年4センチでした。の身長はですね190、母の身長は173ってことで、妹12歳6ヶ月106センチ、まあ皆さん高いってことですね。これから伸びは期待できますかってこと、一般的に言うとどれくらい伸びますか、小5から中2までステロイドを飲んでたってことです。でもう一人の方ですね、健さんですね、喘息や喘息の治療、ステロイドは身長のみに影響しますかってことですね。息子3歳の頃の喘息の大発作で2回入院して、その後6歳までステロイドの吸引してたと。喘息はもう考えしたんだけども、兄弟の中でこの子だけすごく身長低くてですね、まあ4から11歳まではマイナス 1SD 程度で成長されてたと。病気や薬の影響もあるのかと、病気が、ね、治った場合に巻き返すことができるかって、まあ、こういったところに質問に答えていきたいと思います。まずはですけども、ポイントになってくるのは、今回は皆さんにステロイドが危ないものだから使用するなっていうことを言いたいわけではなくて、そういった可能性もあるでしょうみたいなぐらいの理解でいいと思います。当然なんですけども、皆さんですね、まあ、病気で飲むわけですから、もしくは吸入する、そういった場合ですね、まあ、病気の治療が優先ですので、まずは医師の指示に従ってください。どういった中でどういった影響があるかというのを見ていきましょうと。まず一つ目の論文ですね、インパクトインヘイルコルチコステロイドオングロースインチューデンウィズアズマシステマティックレビュー&メタアナリシスってことですね。システマティックレビュー&メタアナリシス、つまりですね、たくさんの論文を見てくださった論文です。アズマ、喘息ですよね。喘息に対して吸入ステロイドを使った場合に、それがね、成長にどれくらい影響があるのか、それをたくさんの論文を見て調べましたよという論文が2015年にプロスワンっていう論文に出たそうです。ユン先生って先生がね、書いてくださってて、ノーリヒメディカルスクールってことで、ユナイテッドキングダムですね、イギリスにある大学で、医学部の大学ですね、2015年に発表された論文になります。このまず論文の冒頭として書いてあるところ、結構ね、まあ、これがまず面白いんだけども、ロングタウンインヘルドコルチコステロイド、メイリデュースグロースベロシティ、ファイナルヘイトオブチューデンウィズアズマってことで、言い切っちゃってるんだよね。吸入ステロイドを使うと身長低くなるわけだけども、確定事象として書かれてしまっています。で、実際にじゃあそれが何センチ程度影響あるのかっていうね、検討した論文だそうです。2013年にですね、すんごいいっぱい論文調べてくれてさ、1882個の論文がヒットしてきて、その中からね、何十個もね、論文を見てきて、すごく参考になると思います。当然ですね、まあ、1個の論文よりも2個の論文で証明されてればね、証明度が高いわけですね。2個の論文よりも10個の論文ということで、まあ、複数の論文を検証するっていうことはすごく素晴らしいことですので、非常に信頼性が比較的高い内容だというふうに表現になってくると思います。今回のポイントとしては、吸入ステロイド、喘息に対して12ヶ月以上使った人を対象として調べていったそうです。そうすると、まあ、最終的には大体1センチ程度ね、身長が低くなったそうですってことで、英国のですね、平均身長は男性と175センチ、女性と160センチです。まあ、大体日本人のプラス3センチぐらいのデータですね。まあ、実際ね、こういうのってイギリス人の方とかね、逆にイギリスに行ったりとかすると、もっと高いような印象ありますので、こういうのデータ見るといつも、ね、不思議に思うんだけども、日本人と平均的身長ってまあ3センチとか、多く見積もると4センチぐらいしか変わらない、意外と変わらないんだけども、そういった大人に対して大体1センチ程度低いようなデータが出てきたってことですね。で、さらに比率で表すと 0.7% ってことで、比率換算でいくと、日本人でも大体まあほとんど同じですよね。まあ1センチ程度の減弱っていう表現になりますので、ちょっと残念なんですけども、やっぱりこのいろんな論文を見てみると、やっぱりね、そういう風に低くなるっていうのが確定になります。ただ、ここで注意しなくちゃいけないのが、治療で吸入するわけなんですけども、それは絶対やった方がいいと思います。どうしてかっていうと、例
えばこういった論文出ないんですけども、もしこういった論文が出たとします、喘息を未治療の子、喘息を治療した子、こういったの多分比較すると、多分未治療の子の多分身長低くなると思います。当然ですけど、常にぜい言っててですね、酸素を取れるのうまくいかないような状況でですね、ずっと生活してると当然身長低くなりますよね。未治療と比べると多分ちゃんと治療した方が最終身長高くなるはずなんですね。なので治療をやった方がいいと思います。ただもちろん喘息にならない方がいいよっていうところなんだけど、我々が選べるものでなくて、そこに少し神様のさじ加減ってところもあるのかなって思うんですので、ある意味まあ喘息だと仕方ないく、まあ受け入れてしまうと。でもまあ特にしっかりと治療して、できるだけその治療期間を短くしてあげるってところがおそらく重要なポイントになってくるかなと思います。で、今回質問者その検査の方ですね。いわゆる病気を知って、その時期にいわゆるこう成長伸び率が悪かった。特に今回のこの場合だと、おそらく発作がすごく強い状態。なかなか結構苦労されたんだと思うんですね。おそらくね、身長伸び率も低くなってしまったというふうな見解だと思うんですけども、そういった意味だと、ステロイドの影響もあるし、やっぱ病気の影響もあるっていうところがまず感想だと思います。まあ、そういったところもご自身も多分ご理解いただいているかなと。で、ポイントとしてはそれから巻き返すことが可能かっていうところに関して言うと、ある程度巻き返すことは私可能だと思います。過去にもそういったような状況ってのはしばし見受けられるわけですね。例えば、むちゃくちゃスポーツをやりまくってて、多分おそらく栄養が少しやや欠乏状態だったこととかが、栄養がこうパーンと入ってくると一気にこうキャッチアップするっていうのはあり得るというか、何度か私もそういったの見てきた記憶がありますし、あとは非常にストレスの強い環境にさらされてる時に身長伸び率が悪くて、そういったストレス解放した時に身長伸び率が上がるっていうケースは何人か私も今まで見てます。まあそれはね、エビデンスライク、いわゆるその論文的な内容ではなくて、私の今診察上の経験上の話だから、そこはちょっとご理解いただけるといいと思うんだけど、ただ巻き返すことはある程度可能。巻き返すタイミングが大事なんだよね。今回はおそらくこのお子さんは多分11歳か12歳ぐらいなのかな。まだその時期だったら大丈夫。だけど、例えばですけど、ずっとそういう風な喘息とかでずっと苦しいような状況が、例えば15歳とか16歳まで続いてしまうと、そこからキャッチアップするって非常に難しい。まあ、そこがポイントですよね。もう15歳ぐらいだけど、骨端性がかなり閉じた状況になってますので、そこからキャッチアップっていうのはなかなか難しいんだけども、若ければ若いほどほぼキャッチアップ可能という表現だと思うんですね。よく私のでいつもお伝えしてるのは、まず5歳未満はめちゃくちゃキャッチアップする。もう5歳までの成長曲線ってもうね、統計学で全然当てはまらないんでね。だからまあ僕は最終身長を作るときは5歳以上でご覧いただいてるっていう理由もそういったところがある。まず5歳未満で治っちゃえばもう本当にすごくキャッチアップする。10歳未満だとしてもかなりキャッチアップする。13歳とか12歳とかそういうふうに思春期入った後、そうなってくるとキャッチアップの比率は落ちてきちゃう。例えばですけども、思春期開始時の身長が最終身長を決めるなんてデータもありますので、そういった面で苦労した状態で思春期入ってしまうとキャッチアップの比率は落ちるでしょう。キャッチアップに関してはそういうふうにね、治療が治った時期っていうのはすごく大事だと思います。ということで今ね、最もおそらく多いと思われる、まあ、喘息についてお話ししました。まあ、喘息だけじゃなくて他の病気どうかなってことで、ホブリンさんの方で、ね、何の病気だか書いてないんだけども、他の病気も1個ね、ピックアップして持ってきました。もう1個の方の論文が、The Effect of Long-Term Steroid Therapy on Linear Growth of Nephrotic Children ってことで、ネフローゼっていうタイプの病気だよね。腎臓の病気ですね。まあ、ネフローゼっていう病気なかなかね、皆さんも馴染みないと思います。私も正直言うと、ね、全然専門ではないので、まあ、ざっくりとした理解ですけども、まあ、腎臓の病気で、ステロイドが比較的よく使われるタイプの病気で、それなりにいらっしゃる。今回のこちらの論文に関して言うと、イランの大学なので、ね、テヘランってところですね。2011年に出された論文です。ネフローゼに対して、そういったステロイドを使ってどうなったかってところですね。で、ステロイドはネフローゼによく使用されるんだけども、だけどそれがね、どれくらい成長にとって悪影響があるのか、まあ、おそらくあるんだけども、どれくらいあるのか分かんないので、我々検討したっていうようなことを書いてあるね。で、そこの内容としては、147人のね、お子様を調べてたと。最初にネフローゼとオンセット。ネフローゼになったのは 5.94 歳、まあ、6歳ぐらいですよね。そして、15歳ぐらいまでフォローアップした人たちを147人ぐらいね、ちゃんとこうカルトいっぱい見てくれたってところで、でそれで結論としては、ノースタティスカリシグニフィカントリリターデーションってことで、あんまり統計学的には優位差がなかったということで、あんまり身長低くならなかったというふうな記載になりますので、ここからはね、そんな問題なかったでしょうってところになりますので、まあ、これとも参考になると思います。ということで、1個目の論文振り返ると1センチと低くなる。そして別の論文ですね、また別の病気で見ると、そんなに影響ないでしょうと。ただし、まあ、当たり前だけプラスに働くことはなくて、まあ、おそらくね、ちょっとだけ低くなるってところが、おそらく正しい見解なのかなというふうに思います。ただし、まあ、これ今回で2つの病気をピックアップしただけで、ステロイドってすごく種類がたくさんあります。例えばですけども、逆に身長を伸ばすためにステロイドを投与することもありますので、そこら辺皆さんはね、ご理解いただくといいかなと思いますので、まあ、あまり一喜一憂しすぎないで、まず病気の治療をしっかりすること。まあ、できればその病気の治療ですね、できるだけ早い段階で終わらせた方が、よりその後のキャッチアップも期待できるので、そういったところが重要でしょう。最後にちょっとボゴブリーさんのね、コメントをちょっと返信したいと思うんだけども、ALP が430ってことは今非常に高いですね。まあ、IFCC 国際基準の方のデータだと思うんだけど、昨年が 7.5 センチ伸びてて、その一昨年は4センチってことで、脇毛も生えてなくて陰毛がっていうところからすると、今ね、すごくまさに伸び盛りって表現だと思いますので、全然まだね、ここから伸びるんじゃないかなと思います。ただ具体的に何センチってはちょっと成長シート当てはめたりとか、ちょっとしなくちゃいけなくて、検査まで来てもらうとなかなか答えるのは難しいかなっていう内容だと思いますので、そこはご理解ください。ということで、あとはね、最後少し他の方に質問答えていきましょう。ビーマルトさんってことで、筋トレしても筋肉がつきづらく、たくさん食べても体重が変わらない。成長期にぐんと伸びなかった
170センチの18歳なんだけども、今後身長どうなるかってことですね。これに関してはまずね、筋肉がつきづらいとか、そういったようなデータよりも、もし今後の最終身長を予測したいのであれば、この直近の身長の伸び率だったりだとか、まあ、骨端線だったりとか、採血の結果とか、そういったのを見ると、より一層わかると思います。スターチスさん、足を叩いたりして衝撃を加えると、寝たら骨の成長促進されますか？よく受けるタイプの質問ですよね。悪いとは言わないですけども、私が自分だってやらないかなってところですね。まあ、普通にスポーツしたりして、まあね、刺激が加わるってやったらいいでしょうとかですね。次、三輪雄二さん。寝る時間を統一した方がいいという先生と、起きる時間を統一した方がいいという先生がいますが、それぞれメリット、デメリットとおすすめを教えてください。これはね、結論から言うと、それ両方ね、統一されてる方がいいよと。だけど、実際の生活というのは、決めた通りなかなかできないよね。実際問題はやっぱ起きる時間っていうのはおそらく統一されてくると思いますので、私はいつも起きる時間から逆算して生活習慣を作ってくださいねというふうにお伝えします。学校行く時間って大体皆さん同じですので、起きる時間から逆算して、よくですね、9時間寝てくださいってお話すると思うんだけども、9時間マイナスすると寝る時間は必然的に統一されるという表現だと思います。YST さん、夜中に何回も起きてしまうと成長ホルモンの分泌が少なくなりますが、いつも10時に寝て12時と3時ごろ起きてしまいます。これは一言で言うと良くないと思います。ただし、まあポジティブなデータを言えば、最初の90分間ですごく成長ホルモン分泌が盛んになりますので、そういった意味だと時間は寝れてるのであれば、まあ、最低限突破してるのかなというところを言えると思うんですけども、当然8時間、9時間と熟睡できるような環境の方がいいというのは明らかだと思います。次、白ひげさん、今度身長のクリニックに行こうと思ってるんですけど、質問です。16歳で見てもらえますか？あと手のレントゲンなどで何センチ伸びるとかもわかるんですか？とかですね。結論から言うとね、わかります。ただし、まあ、現状で私のクリニックは今15歳0ヶ月未満の方を対象としてますので、私のクリニックではちょっと見ることはできません。ガリンドのハッピーライフさん、ウォーキングとスポーツと同じ時間数の身長伸ばす効果は違いますか？そうですね。おそらくスポーツの方がいいと思います。スポーツの方がおそらく成長ホルモンの分泌が多いというふうに思われます。次、海星の底辺さん、エナジードリンクは身長にとってマイナスですか？エナジードリンクね、一括りにするのは難しいですけども、糖質には十分注意が必要だと思います。私の方がね、すごく積極的に摂取してくださいっていうような内容のドリンクではないかなと思います。ただまあ、ね、全部をね、否定するってこともないと思います。ルビールンポパイさん、身長スパートがなく止まる人もいますか？います。で、これに関して言うと、その人にとってはスパートであると思いますので、全くないなんてことはないんだけども、いわゆる期待値ですよね。まあ、10センチ伸びるとか、15センチ伸びるとか、そういったような期待値化すると、全然そういったスパートがないっていうふうな表現の人はたくさんいらっしゃると思います。次、ルリコ石崎さん、で、テコンドー総合格闘技で身長伸びますかってことですよ。これも運動するっていうのはいいと思いますよ。ただ、怪我にはね、十分注意してください。次、紅葉さん、18歳167センチ、ヒゲは産毛、脇毛が全く生えてます。今の身体状態から伸びますか？これもね、この状況から判断すると、今の年間の成長率だったりとか、採血やレントゲンを持って判断すべきで、なかなかね、判定難しいですね。けど、全く伸びないっていう印象ではないかもしれないですね。はい、ということで、これぐらいにしようかなということで、皆様の身長に関する疑問がありましたら、ぜひコメントの方に記載してください。ピックアップして、また答えていきたいと思います。それでですね、また今後、身長に関すること全身全霊でね、配信していきたいと思います。身長の増した人はチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた、バイバーイ。